っくりしました。うん、であの CM にって感じすごい見てたんでびっくり、もう盛り上がりましたね、めちゃくちゃマジってなりましたね。夢かと思いました。夢かやっとく。夢か夢か。以上です。テレビ世代だったんで、なんかこう見てた場所に自分がこう出れるの、そういう世界線もあるのかみたいな感じで嬉しかったです。はい、私もあの皆さんと同じく au のいつも見てる三太郎の世界にまさか自分が入れる日が来ると思っていなかったので夢かと思いました。じゃあ夢かフェイスやっとく。夢かフェイスあるの？あります。はい、夢かと思いました。ありがとうございます。失礼いたしました。私もあの皆さんと同じなんですけれども、あの驚きと嬉しさがありました。あと私も CM を見ていたので、いろいろあの最先端の結構演出だったりとか入っているあのものだと思っていたので、その中に自分がこう入って最先端の中にこう溶け込めているっていうのがあるのはすごい嬉しかったので、ありがとうございますっていう気持ちです。今回お気に入りはあの迷ったら迷わず、なんだっけ、困ったら空を見てっていう部分ですかね。なんかこうすごい自分の悩みとかがこうちっぽけに思えるような、次もう次行こうみたいな感じでポジティブな気持ちになれる部分と、まあ、単純にあと振りがなんかこうタヌキっぽいとこから急に空を見て、まあ、僕だけだかもしれないですけど無表情でこうやってたんで、なんかそのギャップがすごい自分的には振り付け好きで。お気に入りです。曲のお気に入りの部分というか、全体的にすごくポジティブな歌詞で、こうお正月というかこう新年、こうなんでしょう、明るい気持ちで迎えられそうなすごい歌詞とメロディーで、あの初めて聴いた時からずっと頭から離れなかったので、そういう部分も含めて全体がすごいいい曲だなっていうと、振り付けもそれと相まってずっと楽しそうなので、なんかハッピーになれる、なんか皆さんにたくさん見ていただきたいなって思えるあの楽曲というか動画になってるんじゃないのかなって思ったので、全体的にすごく、はい、お気に入りです。私の楽曲でお気に入りの部分はサビに入る前のところからですかね。全部やるのもいいけどね、心躍らせろっていう、ちょっと音痴かあれかは置いといていただいてあのでもそこのこうついつい全部こう手を出しちゃいたくなるようなところを、自分のこう気持ちとか思いであの踊っていくというか、乗って決めていく、やっていくっていう、その勢いが出ているところと、そういうこうジャンプをしたりとかが多かったりする振りっていうので、すごいこう乗ってくるような、あの迷いも払拭されそうな勢いのある部分かなと思って、そこが一番のお気に入りです。ソンソンとか、あ、俺もソンソンとか、いいじゃんとか、なんかじゃんみたいな、そういうなんかいいじゃん、いいよ、なんか今時の言葉みたいな、こういうこの世界観なのに、今時のなんか言葉遣い入れてるっていう、なんかそのギャップっていうのがすごい面白いな。振り付けもね、ベストマッチしてて、うん、最高です、ね、僕は振り付け大好きです、うん、私はあの最近というか、あのほぼ今の状態で申し訳ないんですけど、あのもともとクラシックバレエをしていて、ジャズダンスだったりっていうのをしていて、なかなかそういうジャンルを表に踊りとして出す機会がなかったので、今回の CM で少しフリーに踊らせていただいたりっていう箇所があるので、そういう部分を発揮させていただけたっていうのがすごい嬉しかったなっていうところが、すごく心躍りました。ありがとうございます。心躍る瞬間は、ファンの方、視聴者の方に直接お会いして、こういろいろ話しすると、まあ、なんかあのなんだろう、いつもネットで活動しているので生の声がこう聞けてすごく心が躍るんですけど、なので今回もこの CM は新しい挑戦なので、ファンの方にこう話して喜んでいただけると思うので、それがすごく楽しみですし、また心躍る瞬間だろうなっていうふうに思います。僕ちょっとアキさんと被るんですけど、本当に今この瞬間だなって感じてて、それはなぜかっていうと、本当にいろんな分野でこうプロフェッショナルの方が
それぞれこう同じ熱量を持って一つの作品を作りに行く姿勢がすごい自分には刺激的で、まあ、なかなかそういうことはないので、なんかそういう現場にいると自分のこうなんていう熱量も上がって、もっともっとなんかいいクオリティのパフォーマンスをしようって感じれて、最近はすごい心躍ってます。はい、まあ、こういう現場とかの、まあ、撮影スタッフさんだったり、その監督さんだったりとか、共演するクリエイターさんとか、自分たちにないクリエイティブを持ったものを見て感心した時です。いいかな、まあ、いいんじゃないですか。まあ、真面目じゃないのでいくと、僕はカツラかぶれたことにすごい心躍りましたねなんか一回かぶってみたくて、で今回その3人の中でも僕だけかぶるえ、俺もかぶってる。いや、知恵じゃないですかそれ知恵じゃないですか。僕だけかぶれて、ね、すごいすごいなんか心躍りましたね。うわーみたいな。写真撮りましたし、やってもらってる時もなんかすごい嬉しかったです。はい、私はそうですね、ちょっとみんなと一緒にかもしれないですけど、こうみんなでこうこうやって一生懸命何回も踊ったりとか、ね、朝早くからやったりとかやってって、やっぱ完成する時が、まあ、普段もダンスしてるんで、そういう動画がみんなで考えてできましたっていう時が心躍ります。